はい、どうも、お疲れ様です。今回はですね、AI アート、私の作品の中から、森の妖精というテーマでね、お届けしたいと思います。後ろの方に今、水が映ってますけども、森の中のそのオアシスが出ているところかなっていうふうに解釈していただければと思います。じゃあ今日も行ってみましょう。次の映像です。こちらですね。えー、なんか、森の中の木漏れ日、えー、そこからですね、現れたような、花の妖精とでも言いましょうか。 ピンク色が今回はイメージになってます前回はね海だったんでブルーを基調にしてましたけどもねはいこちらは蝶々がなんか飛び回ってるような感じです後ろの木々もなんか桜のような花をつけてますねはい蝶々、えー、とか妖精みたいなのに囲まれて、えー、その主が出てきたって感じでしょうかまあ森の妖精の女王様の娘の一人っていう風に解釈することもできますけどもどのように映るですかね はい。ウェディングドレスみたいに見えますね。とても素敵だと思いますけども、あの、何度も言いますけども、私、絵心全くないわけなんですよ。AI ジェネレーターによって、文字の入力をいくつかあ、チェックシートですること。要するに、クリックしただけなんですよ。自分で、あの、タイピングしたわけではありません。それでも、こういうふうなね、完成度の高い絵ができるんですよね。はい。これなんてのは、ちょっとね、あの、剣みたいなのを持ってるようにも見えますね。 これも私が指定したわけではなくてこういったイメージはいかがでしょうかということで AI が作ってくれましたねこれなんて私がね結構好きなあ。 イラストっていうかねあ自分がこういうの好きなんだっていうふうにね、気づかせてもらいますね。今まではあのこういうのをあんまり考えたことも見たこともなかったんですけども、うん、やっぱりこう、50代になってね50代、50歳になって、今までの経験とか知識に全く被らなかった世界に足を積み入れてみると、うん、なんか自分のね、眉間の割れっていうんですか、自分が今まで気づかなかった自分が見えていくっていうか、あ、これもすごいいいですね。眩しいぐらいの光が差してきて、で、えー、一人のね、気高い女性が、 魔法の杖みたいなのを持っていて、蝶々が集まってきてるみたいな感じです。なんかいろんなね、ストーリーが浮かびますよね。私なんて、その、聖戦士ダンバインのワンシーンとかを思いついちゃったんですけども、やっぱどうしてもバトルシーンが <laughs> 頭を駆け巡りますよね。でもこういった美少女を守るために、まあ、男の力を使っていきたい。まあ、自分がね、騎士だって、ナイトだって言うつもりはありませんけども、でまあでもね、うん、なんか家族にとってはね、ナイトでありたいなと思います <laughs>。 <laughs> はいここにもね3本足の美少女が出てきてますけどもまああの地球上ではなくてどこかの星のどこかのイリュージョンですからね、うん、まあ不思議はないかなと思っていただければと思いますこれなんていいじゃないですか何かねあの白い足がピッとね見えてるところもちょっとセクシーではあるんですけどもちょっといやらしさというよりもかっこいいというかね本当にファンタジーなイラストを感じさせます ラッセンみたいいな感じですすかかねちょっと違いますかあこれなんてのはねまたあのさっきの続きみたいな感じでこれね別に同じ人物ではないと思うんですよただイメージで指定してるんで似たようには見えてくれますけどもはいこれもカチューシャをつけてね髪がたなびいていて、えー、で森なんでこれは夕方の森かな夜の森かなで女性はピンクを中心にできていましてその周りにもピンクを基調とした妖精が飛び回ってるって感じです これもなかななかかいいですよねなんか空中にあるあ水分を切り裂いて何かね手から魔法のようなものを出しつつあるところですねまあブラウスもとってもこう気品あふれるうこうカッターのところもそうですけどもねあ結構この衣装のイメージいいっすねいや本当にねこれもそうなんですけどもいやこんな、ね、女の子がいたらちょっとね娘に迎えたいっていうかね守ってあげたいみたいな <laughs> やっぱり50代のお父さんとしてはそういうふうな気持ちになっちゃいますね だからこう、いわゆる嫌らしさとか、あのー、そういう性的な、あイメージとかではなくって、なんか一つの、まあ、気高さですかね、履歴さを私の方は感じてしまうんですよ。で、衣装に金のこういったパーツをつけてるところとかね、黒を使うところのタイミングの良さとか、それからカチューシャも、うーん、なんかまさに聖戦士ダンバインの世界かなと、オーラバトラーみたいな感じです。はこれもいいですね。うん。なんかその光の使い方がすごく上手で、 後ろの方には船のようなものを見えている水面に映る光のハレーションもとってもいいと思いますああもうなんか言葉がないですねなんかこううっとりするというかこういうのずっと見ていたいなって気持ちがしますねはいまあこれもそうなんですけども、えー、と森の中の妖精がちょっとオアシスからねちょっと顔を出したみたいなところだと思いますね これなんてのはね、えー、じゃあねって去っていくところかもしれません、えー。ということでこれが最後の画像になります。いやなんかこれ眺めてるだけでもちょっといい感じになるんですけども皆さんどのようにお感じですかね。うん。まあこのね AI アートってのは私が本当にまだ始めて半年ぐらいなんですけども1万枚以上の画像を作ってきましてその上でセレクトしてテーマにまとめてみたんですけども独特の世界観をなんか作って自己満足に浸れるなと思ってるんですけども、うん、これがね 自分にもできるんだと思ったらちょっとね、うん、テクノロジーの恩恵に感謝感動を感じざるを得ません。ということで本日は以上です。どうもご覧いただきましてありがとうございました。